ご視聴ありがとうございます。ボスビックです。 Days Gone、 今回の動画アップデバージョン 1.60 BB タンクの付け方とバイクで遊んでみた、やっていきたいと思います。 Deacon です。いや、久しぶりの Days Gone ですね。ちょっと操作が怪しいのでフリーカーたちを使ってちょっと肩慣らしをしていきたいと思います。いや、面白いな、やっぱりちょっとやっただけでもう面白いのが伝わってきますね。伝わってくるってやってますが、まあ非常に、なんだろうね、この世界観がいいのかな。ちょっと一匹だけ残しておきますね。で、今回この BB ポット、こちらがですね、まあ、実はデスストランディング発売前から情報の方は知っていたんですけども、いかんせん付け方が分かんなかったんですよ。で、調べても全然出てこないので、ちょっと自力でどうにかね、つけることができましたんで、そちらを紹介していきたいと思います。で、ちなみになんですけども、この BB ポット、フリーカーを寄せ付けない効果があるんじゃないかなと思いまして、まあ、これで強ポジ作れるんじゃないかなと思って、ちょっと検証していきたいと思います。では行きます。来ないんですよ、やっぱり BB が怖い。赤ちゃんにはやっぱ攻撃したくないっていうのがあるんでしょうね。これ立ったら多分攻撃してくるんじゃないかなと思うんですけど、立ってみましょうか。やっぱり、おお、あ、こんなアクションありましたね。で、E1 で三角なんですけど、あえて押しません。もう一回やりましょう。もう一回ね、こうやってやると BB に攻撃してこないんで。で、このメカニックに来て、まあやっぱりね、燃料タンクを見ますよね。ないんですよ、全然ない。で、燃料タンクじゃないのかと思い、ペイントですね、やっぱり。このフレームペイントとデカールっていうのがありまして、で、こう押してもらって、ここにデスストランディング BB のベースが追加されてました。かっこいいですね。で、つけます。で、今度デカール。これ、R2 を押して、今まで、まあ、トロフィーとかでアンロックされた迷彩だったり、まあ、サイフォンフィルターもありましたが、デスストランディングが2種類、今回追加されてますね。で、これ、BB ポット。BB って書いてあるんで、これでいけるんじゃないかなと思ったんですけど、そうか、また来てくれ。ご覧のように、BB がいないんですよね。で、なんか解除条件があるのかなと思って、いろいろもう買えるものは全部買ったりとかですね、やったんですけども、出てこなかったと。で、セーブデータがですね、製材所ばっかりやってたもので、下のね、雪山を越えて下のマップに行けなかったんですよ。で、そこで行けるセーブデータは残ってないかなということで、いろいろと探しまして1個見つけました。そしてその時ですね、BB ポットをつけることができました。こちらです。ダイヤモンドレイクですね。ダイヤモンドレイクは、まあ、燃料タンク5まで確かあったはずなんですよ。で、ここの燃料タンクを開いた時、追加されてました。2つ。デスストランディングとデスストランディング BB タンク。で、こちら4000かな?お金がね、4000で買えましたね。こっちもかっこいいですね。光るみたいです、サイドが。こんな感じで。まあ、かっこいいんですけども、やっぱり BB だろうと。いうことで BB を買って、まあ、信頼度まだ1のセーブデータなんで、まあ、ダイヤモンドレイクに行けば、つけられるんじゃないかなと思います。それ以外のキャンプは全部行きましたが、全部ですね、買えなかったですね。全部、燃料タンクに BB は追加されてませんでした。このダイヤモンドレイクだけ追加されてますね。で、地図でいうところの、ここになります。ではちょっと走らせてみましょうか。ちなみにちょっと離れると BB タンクが黒くなるんですけども、近づくと開いていくと。いや、デスストランディングとのコラボレーションですね。やっと BB が使えるようになりました。まあ、正直ね、いいかなと思って
ってたんですけど、今回は視聴者さんがリクエストでですね、ボスビックさんこれできますかっていう DM をいただきまして、ちょうどバイクのねできますかっていう質問だったんで、今回はこの BB を連れてそのチャレンジをしていきたいと思います。お、ちょっとフリーカーがいるな。ちょっとだけ遊んでいきましょう。久しぶりなんでね、やっぱりフリーカーがいないとちょっとデイズゴーン感がないんで、フリーカーをちょっと遊んで倒していきたいと思います。あー懐かしい声。ナイフ縛りやったな。おお、やっぱり面白い。金になる。ディーコンの声も素晴らしいですね。お、いた。じゃあこいつら、わあ、こんなのあったね。これスキルでアンロックできるんですよね。あ、これは多分永遠とこれできるやつですね。こんな感じで。まあこういうのがデイズゴーンの面白さですね。面白い。こういうちょっとしたことでね、全然遊べちゃうんで。こんなフォトが撮れました。それでは目的の場所に着きましたんで、やっていきましょう。ちょっとここ探すのもちょっと苦労しましたが。いや、難しいな。ちょっと倍速でここを飛ばしていきます。今回リクエストいただきまして、本当にありがとうございます。まあ徐々にやっているうちにですね、コツはつかめてきたんで、まあ、最後の方は、まあ、4回に1回ぐらい乗れるようになったかなっていう感じですね。おそらくあのブーストのかけるタイミングと、あと飛んだ後のアクセルの離し方とかである程度調整が効くんで、案外ね、乗ることはまあまあできるかなといった感じですね。結構やったんですけどなかなか乗れないんですよ。ご覧のようにかなり死んでおりますが、まあ、ちょうど死ねるからいいんですよ。バイクが故障しちゃうとちょっとねスピードが落ちたりとか劣化してしまうんで、死ねることによってロードするんでバイクが復活するっていうのがありがたかったんです。さあもう何度目だこれ。乗った。なんかシーソーみたいになってますが大丈夫かなこれ。お、乗ったぞ。ではりょうさんからいただいたリクエスト、無事、達成することができました。リクエストいただいて本当にありがとうございます。ただ何もできないですね。降りたいな、せめて。降りれないしな。あ、落ちちゃった。ちょっと降りれるまでやります。でこの後もちょっとね何度か挑戦しますが、なかなか乗れない。まあこれもね、乗ってからがなかなか難しいんですよ。録画してない時に乗っちゃったな。失敗したな。ちょっと急に録画したけど、ちゃんと乗って、あれですね。ちゃんと乗ったところを動画にしないと。もう一回やります。折り方も分かったんで、もう一回やりましょう。このまま。さあ、では気を取り直してやっていこうと思います。まあ、コツはつかんだんで、折り方は分かりました。なんで、もう一回乗っちゃえばもうこっちのもんですね。お、一発で乗ったわ。よし。で、ちょっと前の方に倒していくと降りれるんですよ。ゆっくり倒して四角を押すと、ほら降りれた。まあ降りたからなんだっていう話なんで、まあせっかくなんでなんか面白いフォトモードでも作りたいですね。この下はなんか足場があるな。あ、いけそうですね。
おお、降りれます。これでバイク乗れんでしょ。どうせ見たことあるな、この動画。おお、瞬間移動、紙ディーコンでしたっけ。そんなようなこと言ってたような気がしますね。確かに面白いな。まあでもまあこんぐらいですね。あ、ちょっと待って、これフォトモードで、あ、いい、これサムネにします。それでは今回はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ボスビックでした。さようなら。I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want.